さらば、ストックホルムは、シェルウーロフ、ボーネ・マルクチョによるスウェーデンを舞台にした、スパイ小説である。呼び出し合図の絵はがきを受け取ったトラックは、上司のランガーに会いに、東ベルリンを訪れた。ランガーの話によると、東ドイツ国家保安省、第三部のサーシャ部長と北欧課のケストナー課長は、ランガーとトラックとは別の北欧担当長法網作りを、進めており、 まもなく二人ともに第一線から外されることになるだろうということであった。そうなるトランガーには退屈な引退生活、西側の生活に馴染んだトラックには東側の味気ない生活が待っているだけであった。また、長年にわたりトラックを通じてスウェーデン内の有益な情報を送ってきていたトラックしかその正体を知らないアレックスを排除するようにという指示も ケストナー課長から出されていた。ちょうどランガーとソリの合わない、ケストナー課長が自身の出世を目論んでスウェーデンの電子機器メーカーのアルジェリアへの売り込みに一枚噛むことに決め代理人を立てるようにとランガーへ指示を出したところで、ランガーはこれを好機と見てトラックに一計を持ちかけた。トラックは帰国する前にルスタクの様子見を依頼してあったのミアのピエロに連絡を取ると何者かが 不在の間に家探しを行ったらしいとの知らせを受けた。公安警察に目をつけられたことを察知したトラックは張り巡らされている可能性のある監視網の目を逃れて密かにスウェーデンへと舞い戻った。ありがとうございます。